はい、ハワイアン聞いてもらってますけども、アロハ、アロハ、ハワイから届けてるつもりで今話してます。あ、いいですね。もうちょうど夕焼けでね、今ビーチがいい感じに、あ、すごい綺麗ですね今日の夕焼け、ね、結構人が出てましたね今日ね。あのだいぶ波も上がってて、まあ、今、うん、あのハワイ、ね、行くのにいい時期だからね。そうね、いい、そうだよ ね、 いい時期ですね、この時期はね、いい時期です、うん、だからやっぱ観光客が、うん、ルイさん見えます、結構人、はい、そっちからからいますね。ああ、 いますね。サーファーはもう終わりだね。サーファーもう上がってますね、うん、上がってますね。もうビール飲んでますね、みんな。あ、ビール飲んでますね。ああ、もう本当にビール飲んじゃいけないんですということで、ビーチはダメです、ね、鶴さんがですね、ハワイに、旅行に行ってきました。で、鶴さんがいろいろレポートしてくれたんですよね、うんうん、鶴さんここからじゃお願いします。あ、ね、ここからお願いします。ここから、うん、あ、なに、あの先に流さない。あとね、まあ、社員旅行で3泊5日で、うん、ワイキキの方に、ワイキキの方に行ってきましたね。で、あのレポートリンちゃんがしてきてっていうんで軽くあのレポートしてきたんですけど、せっかくだからね、はいはいはい、あのニューヨークに続いて次はハワイと、あ、なるほど、旅行の話を、ね、旅行期ということで。あれレポート、あれ流さないんだっけ、あのやつは。流すさ、あ、流す、まあ、話します。編集してきましたよ。ああ、編集してきました。ありがとうございます。鈴木さん、あのいいですか、先にじゃあハワイの話を、うん、ちょっと聞いてもらって、はい、はい、鶴さん録音してきてくれました。やった。さあ来ました、ハワイ。もうね、到着して、4時間ぐらい立ってるんだけど、まあ、誰も英語できないからね、ようやくなんとかランチするところにたどり着いて、僕はねハンバーガー頼んだんだけど、 250g ぐらいの、ビーフのパティ挟んだハンバーガーとポテトついて、めちゃくちゃうまかったよ。炭火焼きでジューシーで、他の人も、なんだチキン&ステーキとかね、かなりボリーミーな、もうハワイに来たっていう感じでね、すごい最高。もうビールも飲んで、もう今気分最高ですよ。で、今ちょっとねアラモアナビーチの前の道をフラフラ、歩いてるんだけどね、いろんなショップがあってすごい楽しい。とりあえずもうちょっとね歩いてみます。ウキ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 ラー、イエーイ、ワイキキビーチ来ました。今日はねあいにくの天気、曇りなんだけど、まあセクシーな、お姉ちゃんちが、いっぱいいますよ。もう本当に最高ハワイ、アロハ。今日はねいきなり、はい、ハワイで、イエーイ、ハワイでビートボックス、ハワイでビートボックス、イエーイ。じゃあ、 あの熱海とハワイの違いをちょっと教えてもらおうかな。熱海とハワイの違いはやっぱね、ウェイウェイ感、ウェイウェイ感、ウェイウェイがない、 あるのがハワイ。みんなウェイウェイしてるよね、うん、もうお尻ブリブリで大事ですね、うんうん、最高。じゃあありがとうございました。どうもです。 Stay tuned。 ウキ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 だ。ウェイウェイ感ない。どういうこと、わかんない、わかんない。ウェイ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 感だから、この弾けてる感が違うんじゃない、やっぱ。それそれ、どういう人を見てウェイウェイ感があるって思ったってこと。もうフーとか言ってる人がいっぱいいるの。まあそうそうだ、ね、いるんだ、うん、もう解放されちゃってもウェイウェイしてるもんみんな、さっきあのエビアさんも実はハワイに行ったことあるなんて聞いたんですけど、学生の時ウェイウェイ感出てました、やっぱり。いや僕夜スケボー持ってったんでスケボー持ってって、さすがスケーター、スケボーを持ってって、あの、まあ、てっちゃんっていう、うんうん、僕の一個目の先輩がいる、ね、友達がいるんですけど、うんうん、それと二人でスケボー持ってってスケートパーク行こうみたいな。おー、かっこいい。ハワイにあったの？あ、あるんですよ。確かね、全然すごいうる覚え、高架下なんですよ。へー、でやった覚えがあります、うん、かっこいいじゃん。かっこいいね、ハワイでスケートなんて。昼間やってたの？いやね、夜プッシュした思い出なんですよ。うわ、かっこいい。いや結構ドキドキだね。そう、ドキドキ。しかも2人なんですよ、行ったの、うん、2人で行って、うん、すごいね。なんで行ったのかな、なんか今思う、いつまだ中学生ぐらいで。あ、中学生で。そう、2人で行ったの？そう、2人で行った。中学生の時？なんで行ったの？なんで行ったんだろうって思ったよ、今思ったら。でもなんかそんな噂は聞いたことあった気がしたけど、
リュウイチ行ったっていうのが、そうで、そうそうそう、ハローマイネームイズっていう T シャツ着てったんですよ。で外人に何言ってるか分かんないけど、バカにされてるみたいな。お前なんだよハローマイネームイズって来やがってみたいな。あれエビアさんの話は広がっちゃった。全然。そうそう、そんな思い出、バカにされた思い出。嫌だよね、全然英語俺も喋れないからさ。まあ、大体日本語ハワイなんて通用するんだけど、やっぱそうなんだ。そうそう、ただちょっとどっかね一人でフラフラ行った時にこう、うん、なんか英語喋りたい時とか、そうだね、あんまり全然喋れないから、あ今そうだねって普通に言っちゃった。そうだね。ちょっと悔しいよ ね、 そうだね、やっぱ覚えたいって思うよね、うん、海外行く、いや行くと思いますよね。そうそうそう、やっぱりそうですね、うん、本当にすごい良かった。1日目も何時に到着したの？何時だっけかな、10時とかそんぐらいじゃなかったっけかな。じゃあ1日遊べる感じですね。ランチはみんなでして、そのさっき の、 あのハンバーガーとか食べて、はい、でホテル、ビール何飲んで、どんなビール、ビールはね、向こうの味はどういう味、地ビールっぽいやつ飲んだの、向こうのクラフトビールというような、そうちょっと癖のある、へえ、そう美味しかったけどね。でその後ホテル3時にチェックインか、ハンバーガービールホテル、そうホテルチェックインして、でディナーはみんなで食べるから、で2時間ぐらいあったのかな、だからちょっとフラフラして、うん、で夜はみんなで、ご飯食べて、はでショーとか見たりとかもしたんだけど、それまだ次の早い、あれは入ってますから。そうそうそう、鈴木さんお願いします。